警備中とも書いてある。ちょっと廃墟のはずだったんですけど、かなえと相方のこうちゃんこと浅川康介です。今日も甘くて美味しいものを作っちゃうよ。今日はね、とろーりあんかけ目玉団子、イエーイ、はい、よいしょ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 、はい、じゃあ作っていきますよ。まず白玉粉を入れます。はい、白玉粉、破って入れてください。はい、歯で開けない、やだ、もうちょっとうかうかしてるとすぐ歯で開ける。はい、私が開けます。さあさあ、白玉粉入れます。はい、はい、白玉粉入れました。そしてさあ、豆腐を開けてください。はい、豆腐を開けてください。はい、豆腐を開けますね。豆腐入れますよ。で、豆腐も歯でいく人びっくりしちゃう。はい、はい、じゃあ豆腐入れてください。おお、美味しそうな絹ごし豆腐ですよ。わー、ちょっと待ってください。こ、ちょっと箱ごと入れなさんな、ほら。もうちょっとほら、ここ向いて、そうです、そうです、そうです。よーし、はい、じゃあこねましょうか。それもか、大したものなし、なんでこれ見せるの？大したものじゃない。うん、そう、こねて。うん、こねて。はい、こねましょう。はい、うん、もうちょっと入れましょうかね。うん、こねましょう。しっかり見て、もうカメラ好きね。見て、はい。混ぜて、ほら、一塊になるように混ぜて、まだバラバラでしょ？ちゃんと混ぜて。ちゃんとまだ近い、もう混ぜて。ね、よく混ぜますよ。一塊になるまでよく混ぜてくださいね。そうです、はい。もっと、ほら、この端のあたり。これ結構力がいるけど、ここね、筋肉がつきますから。見て、こうちゃんの腕。うおー、かっこいいですね。はいはい、こうちゃん頑張って。はい、こうちゃん頑張って。はい、こうちゃんかっこいい。はい、こうちゃん。たっぷりのお湯を沸かし、沸騰した中に団子を入れます。はい、入れてください。はい、ここから3分です。3分ほど茹でていると団子が浮き上がってき、まだ早い、分かってないのはあなたの方じゃ。団子が浮き上がる前に取り出してしまうと、まだ中が粉っぽいことがあるので注意しましょうね。さて、団子を茹でている間にとろーりあんを作ります。小鍋に水、砂糖、醤油、みりん、片栗粉をすべて入れて火にかけます。弱火にしてかき混ぜているととろみがついてきます。小豆をのせた目玉団子にとろーりかけて出来上がりです。はい、え、まだかけるの？甘いよ、大丈夫？あ、うわ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 、そ、おいしい。みんなもぜひ試してみてね。はい、カットしました。こちゃんさん、巣に戻ってます。いけるかね。まあ、編集でなんとか。もう食べていいですか？いいよ。はい。
口の中甘い。なんかしょっぱいの欲しいよね。食のアロマあった？うん、さっき見つけた。どこ？そこ。本当だ。きっとあの世とこの世にも線がありそうでありません。君が見てきた何もかも全部嘘かもしれません。悪い方は犬が下城楼に化け猫、はがくれぼっちに雪女、なんか妖怪やかましか。三つ目さんは何を見た？砂影ババア好きやない。ネズミ男は言ったっけ？喧嘩は妖精、腹が減るぞ。